藤郎ですす、えー、今日は田原敏子さんの1曲行ってみたいいと思います、えー、この一曲もですね先立って、えー「ワウワウ」で放送されました、えー、田原俊彦さんのライブ昨年の冬に行われたものですが冬というか、えー、晩秋というかですねその頃に行われたものの映像を見た上えで1曲目が「スーパーコミュニケーション」2曲目が「原宿キス」でしたね。 原宿キスはこの動画でも何度か申し上げた通りえ私が今回聞き直してすごいなこれと思ったのは思ったのはトシちゃんさんの歌で、えー、原宿キス君にバラバラという感じチャールストンにはまだ早いこの3つってすごいなと思ったんですけどもその原宿キスが2曲目に出てきた時にやはり鳥肌立つ思いでしたね私はオープニングが原宿キスでもいいんじゃないかって言いましたがあのドラマが始まる感じというのは すごくはっきり打ち出されている曲ですよね。であの「おウォお」のところのえ変な歌い方してすいませんね <laughs>、えー。ところの足の上げた回す感じとかも今やっていてくださってとっても嬉しかったです。で3曲目です。これです。Good Luck Love。田原敏子の氏の「Good Luck Love」です、えー。1981年10月ということで1980年にデビューされているわけですから初期の初期の曲です。で えー、3曲目に聞いててあれって思ったのは、えー、前回の,そのこちらの動画の方でも申し上げてトシ、えー、ちゃんさんに詳しい方から、えーまあ、ご指摘いただいて、まあ、そういうつもりでそんな深い意味じゃないですよとおっしゃっていただいたんですけども、えー、確かにですねあの一番最初の「スーパーコミュニケーション」も一番初期の曲なんですよね。 これも初期の初期期のなんですよあの爆発的な勢いで売れてていギリギリ生きられるかなくらいの強烈な多忙なスケジュールの中の曲ですよね。でまあ大好きな女性がいてしかしその人とは明らかにうまくいかなくてで歌詞がなかなかよくて優しさの背中とかですね グッとくるようなフレーズにあふれていて「プリース抱いて」なんていうところもいいですしね、えー、こんな大人っぽいというか少し苦い感じの曲を実はトシちゃんさん歌っててこれは僕まるっきり小学生の子どもの頃だと思うんですがあれこれその当時そんなふうには感じてなかったなと思いました。で今回のの曲目のパフォーマンスを見て余裕と えー、まあちょっと苦さの加わった彼の歌い方そしてパワーのある明らかにパワーが出て以前とは全然比較にならないパワーを感じる歌い方からまああこんないい曲だったんだっていうと怒られそうですけど、えー、素晴らしい曲だなと思いました。グッドラクラブなんですが、えー、そういう意味であの初期の私は田原敏彦さんでイメージとしては「ハッとしてグッドとかあるいは「ブギュギアイラビュー あるいは「に、え、ん、ー、娘」とか、まあ、宮下智さんのあの素晴らしい世界観を強く印象づけられていたんですがこの曲に関してはそうでではないんですよねで確かこの曲の B 面に宮下さんの曲は入ってたからそれも同じに録音されてるとは思うんですが、えー、この「グッドラックラブを使ってみたというのはとってもこの時のジャニーズ事務所だったりレコード会社の選択としては。 あ結構難しいエンターテイナーとしての田原とし子を売っていくんだという感じが最初からあったんだなと改めて感心した次第ですそして今それを堂々と歌って見せているトシちゃんさんに、えー、すごい、えー、長い長間の精進まあそういう時間の流れともかくとしてやっぱり生、えー、かした曲だと私は思うんですがいかがでしょうか えー、今日は田原敏彦さんの「グッドラックラブ、えー、ずいぶん随分久しぶりに、えー、この間のステージの放送で聴いてあすごいなこれいい曲だなと思った次第ですすいません逆にはそれまで気づいてなかったわけで勝手なことを言いましたが、えー、何かあればご意見としてコメントいただければと思います。なおですね以前もも申しし上げましたがぜひとも、えー、この 記憶旅行の方チャンネル登録をしていただけるとありがたいですそれでは失礼します。